はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。ですね、先日谷山裕次郎さんという方の動画をこのチャンネルでご紹介したわけですが、今回もですね、その谷山さんの動画を、ぜひとも皆さんにご紹介したい動画がありますので、そちらの方をご紹介したいと思います。ですね、谷山さんという方は、知らない方のためにちょっとね、ご紹介しておきましょう。ウィキペディアを出しますね。こちらですね。こちらが、谷山裕次郎さんという方で、こういう字を書きますね。以前の動画でもご紹介したんですが、1974年生まれの42歳の方で、以前東京の都知事選にもね、出馬した方です。無所属で、出馬したわけですがね。その時に、ここに黄色いマーカーを引いたように、都知事選の時にアメリカのタイム誌に、最年少候補及び、日本を根本から変革し得るニュージェネレーションの男として紹介された方ですね。で、この方ね、今何をしているかというと、ちょっと下の方に行って、俳優だったり、ディレクターだったりね、いろんなお仕事をされてる方なんですが、ここね、最近私が注目したのは、多くの方がね、この谷山さんについて、注目しているのは、主にね、YouTube なので、英語によってね、今現在、日本国民がですね、韓国とか中国によって言われもなき、非難を浴びてるわけですね。歴史的、認識に関して。で、そういった、慰安婦などについての、日本の主張のね、正当性というか、日本軍が強制的に慰安婦を連行した事実はないということですね。もしくは、竹島とか、尖閣諸島などの問題に関しても、日本の主張がいかに正しいかということを英語でね、発信してくださってる、方です。このね、谷山さん。で、この谷山さんの動画を今回皆さんにご紹介したいわけですが、ご紹介したいのはこちらのですね、ここに、ゲイシャ・トニー・ブレイヤー&コンフォート・ウーマンっていうね、動画あるんですけど、こちらですね、慰安婦について、英語で、約53分間のスピーチとね、書いて、これ YouTube で発表したのが2012年の9月11日。結構古いですね。もう3年近くも前の、動画なんですがね。私もつい最近、知ったわけですがね。本当ね、素晴らしい、動画です。この動画の中では主に、アメリカの歴史学者、ブルース、カミングス氏がですね、韓国の歴史について書いた本で、この本ですね、Korea's Place in the Sun。この中で、慰安婦をね、実際に、連行していたのは、中国人になりますね。失礼しました。朝鮮人男性と記述していると。ね、そういうことを、動画の中でね、詳しく説明してくれて、くださっていて、実際の動画がね、こちらになります。この YouTube の動画ですね。さっき、言いました。これですね、ちょっと軽く再生してみましょうか。Hello everyone. My name is Yuji. この方がね、谷山裕次郎さんですね。こんな感じで英語で、喋ってるんですが、こんな感じで、ね、日本語で字幕もしっかり出ますんで、もう全然ね、理解できます。で、時間はね、52分間と結構長いんですがね、慰安婦というものがどういうものであったか、もしくはですね、世界中で、戦争時の軍隊とそういう売春婦との関係などですね、本当にいろいろね、説明してくれてます。あとは、当時ね、朝鮮の方で
慰安婦の募集がね、あった時の広告などもしっかり、載せてくれていますし、うん、wrote an article. Okay, this year, まあやっぱ何よりね、この英語でしっかりと話されて話しているっていうのが素晴らしいですね。なかなかね、こういう方って今までいませんでしたね。英語でしっかりと主張できる方、慰安婦の問題に関してね、うん、もちろんね、海外の方もたくさん、見てくださってるでしょうし、英語ですからね、もちろん当然理解できますしね、うん、まあ結構ね、この動画の中でいろんなあのデータを、ね、谷山さん、出してくれてます。まあ、その今現在のアメリカの、売春婦の事情とかですね、まあ、言ってしまうと今現在のアメリカでね、活躍して、まあ、活躍っていうかね、あの活動して売春婦の、主に4分の1、まあ、具体的な 23.5% だったかな、ちょっとね、すみません、確かじゃないんですが、うん、動画の中で出てきます。まあ、約4分の1が、韓国人女性であるとかね、まあ、もしくは、まあ、多くの方知ってるように韓国ではキーセンっていうね、まあ、売春の、ね、宿のようなものが昔から、1000年以上も歴史があったわけですが、つい最近まで2004年までね、そのキーセンっていうシステムが、あったわけですが、まあ、それがね、キーセンが2004年に、韓国で法律でね、まあ、禁止されてしまって、それ以降、多くの売春、韓国のね、売春婦がですね、海外に進出して、アメリカだったり、オーストラリアだったり、まあそういう歴史的背景もね、しっかり韓国の、まあ、売春婦という、売春という文化についてね、歴史的背景もしっかり、話してくださってね、まあいかに、あのそういう背景を踏まえて、日本が、避難されてきた日本軍による強制連行というね、慰安婦というものがですね、実際のところはもう完全なプロフェッショナル、ね、プロの売春婦であったということをね、しっかりと説明してくれている、動画です、まあ、ちょっとね、この動画は、谷山さんの、ね、チャンネルなんであまり再生はよろしくないですね、私のチャンネル再生は、うん、まあ要するにこんな感じですね。あのこれはぜひぜひ見ていただきたいんでね、今回ご紹介することにしました。うん、でね、まあ今ですね、こういった感じでインターネットが発達してね、SNS もね発達して、各個人がいろんな情報を発せられる時代になってきましたから、本当にね良かったと思いますね。ちょっと10、20年前でしたらね、こういうインターネットなんかね、一般には全くありませんでしたから、主にね、我々一般ピーポーはもうね、新聞による紙の媒体がほとんどでしたよね、うん、やっぱそういった場合ね、ほとんどの方はね、日本人の方はまあ朝日新聞とかね、毎日新聞とか、そういったところの情報を鵜呑みにほぼ 100% ね、疑うことなく信じてきたわけですがね、まあその信じた結果が今の日本のこの状態ですよね。ですから今ね、こういった、まあ、谷山さんとかですね、受け方どうしましょうか。谷山さん。谷山さんね、こういった方とかですね、まあ個人でね、こういった情報を発信してくれて、それによって正しい歴史認識というものがですね、それまで紙の媒体でしか、それしか信じてこなかった人にも、まあ、広めることができますよね。これは非常に、喜ばしいことですよね。まあ私もですね、全然知識とかまだまだ不足しているですがですね、不足しているんですがですね、まあちょっとこういった、ね、しょぼいチャンネルですがね、少しでも情報を発信していけたらと思っております。はい、ではですね、ぜひぜひこれね、先ほどの動画見てみてください。谷山さんのこの YouTube の動画の URL は、動画の、この、皆さんが今見てる動画の説明欄に記載しておきますからね。あとは、谷山さんの Wikipedia のページだったり、谷山さんが、それ紹介しなかったですね。そうです。谷山さんですね、Wikipedia で、
ちょっと申し訳ないですね。今、まあ、職業、ブロードキャスター、ジャーナリストってあって、このジャパンブロードキャスティングネットっていうところね、代表取締役をやってる方なんですけど、こちらがですね、まあ、こちらですね。うん。こちらがさっき言った、ジャパンブロードキャスティングネットのサイトになります。まあ、このサイトでいろんな情報を発信してね、います。まあ、動画などもね、結構ありますんでね。こちらのサイトの URL も説明欄に記載しておきますんでね。ぜひ皆さん、見てみてください。はい。では、動画をご視聴いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。